数奇な開口を経て、アルジ・ミラージュは自らの標的であったテッド・モルガトンの娘リアリナ・モルガトンと同行することになった。それは主が復讐のためにガンダムの力を欲したように、彼女もまた復讐のため彼の力を欲したからである。リアリナ・モルガトンは助けた。これからどうするんだ。それはお嬢次第だ。決めたわ。お嬢、私はお父様の仇を討つ。だからあなたたちも力を貸して。これがダディ・テッドから頼まれたのは、お嬢の身の安全です。私の命も狙われてる以上、相手を突き止めやっつけることが一番の安全よ。ちゃんと店舗の頭目が暗殺されたんです。相手は身内の可能性も高い。これはガキの喧嘩じゃないんです。俺と野良犬一匹とお嬢だけでは手に余ります。おい、野良犬って。だからまずはブブリオ・インシンナに会いに行きましょう。ブブリオ・インシンナ。わかりました。ブブリオ・インシンナ。数年前までテッド・モルガトンの相談役として従事し、タント店舗を陰から支えてきた組織の良き理解者である。長年の信頼を頼りにブブリオの見解を尋ねるべく、リアリナたちはアバランチ・アンダースリーへと向かうが、その選択さえすでに黒い影の手の内であったことに彼らはまだ気づいていない。の首謀者
嘘だ！
これ以上近づけるんじゃないぞ。もたもたするな。消えてなくなれ。バカだ。撃破した。次へ向かう。警戒は緩めるなよ。
ゃねえのかね。目障りだ。限界やっていうのかよ。ガー俺たちに勝てると思ったら大間違いなんだよ。うかつな動きを
脆い部分がガラクタ。当てるよ。これで決まりだ。その程度のパワーじゃこいつは落とせないぜ。お祈りは済ませない。バラバラになんな。じゃあ、暴よ。この調子で行こうぜ。
づいてくる。
き奴は他にいる。こんなところで死ねるかよ。その程度の火力で止められると思うな。仕掛けてはこちらが危ないよ。処置を合わせ急げ。必ず沈めるんだよ。出られたのか。これでラストだ。なんだと。待ってはいられない。
断はできぬ。こんなはずじゃ。エルフリーデは必ず戦い抜いてみせます。
出ている。この機体を託された使命、果たしてみせます。出会った時にこうなることは予測済みなんでね。頭はきっちり押さえる。アクション。アク。ここまでなのか。こちらとて遊びでやっているわけではないんでね。その程度のパワーじゃこいつは落とせないぜ。
出せよ。潰しても潰しても湧いてくる、まさにゴミ虫そのものだな。